ダンストークマン、最だった先週のベヌー101ナンバー、愛にもっと聞きたいダンスの話質問しちゃいました。たくさん話してくれたので後編に続くよ。ベヌー101、での最新の出来事を独占取材して、ダンスの世界に飛び込みましょう。先週のトーク、アバウト、ダンス。 セッションは洞察の方向であり、コミュニティの観点からダンスを探求し、これらのイベントの社会的影響を掘り下げるにつれて、私たちはさらに多くのことを知りたくなりました。活発な議論が巻き起こった最初の質問は、ゴートの中で一番難しい振り付けは何ですかファンは、神宮寺優太などからの楽しい反応に応え、複雑なダンスの世界を垣間見ることができました。 しかし、この会話を全く新しいレベルに引き上げてみましょう。ステップやルーティンを超えて、ダンサー間の友情を目撃するのは心強いです。ファンからは、ダンスの話が聞けたことに喜びの声が上がり、岸く君をかけ、ユウ君のお兄さんと親しみを込めて呼ぶファンもいた。コミュニティはコンテンツの安定した供給によって反映しており、資料深いファン、サービスも注目を集めています。 公式ビデオのリリースから毎日の放送までダンス、コミュニティにはコンテンツが溢れており、ファンはそれを楽しんでいます。このプログラムの温かく包括的な雰囲気は、間違いなく熱心なスタッフによって調整されており、ファンが何度も通いたくなるような、活発で魅力的なダンス、ディスカッションを可能にしています。しかし、語られていない側面についてはどうでしょうか会話が展開されるにつれ、 各ダンサーの旅が単なるリハーサルのルーティン以上のものであることは明らかです。自制から解放されたパフォーマンスへの移行は、脆弱さと決意をか間まみて明白です。かけようくんの屈託のない態度と岸しくんの自制心の瞬間が対照的で、観客を魅了するダイナミクスを生み出しています。ファンが親しみを込めてこの3、三兄弟と呼んでいるこの3、三兄弟は、ダンスに関する洞察だけでなく、日常の明るさも提供します。 彼らのやりとりを舞台裏から見ると、彼らのパフォーマンスに本物らしさが加わります。最近のコンテンツの急増は、ファンを熱狂させただけでなく、これらのアーティストの個人的な成長への窓も開きました。兄になるまでの道盛りで、優太が直面する困難を認めているファンは、彼の自然な優しさを認識しています。一方で、かけようくんが、やや控えめな態度から、ダンスの名手としての本質を取り戻すまでの進化も見逃せない。 こうしたニュアンスが、ダンスの旅を単なる一連のパフォーマンスではなく、個人の勝利と変革の物語にするのです。インタビューの後半を心待ちにしているので、ファンとダンサーの献身的な取り組みには感謝の価値があります。関わりはテレビ出演にとどまらない。それは、喜びと期待の源であり続ける無数のオンライン、コンテンツにまで及びます。結論として、メヌー101のトーク、アバウト、ダンス、は、単なるダンス。 ディスカッションのプラットフォームを超えています。これは、個人的なストーリーが芸術的才能と絡み合い、より深いレベルでファンの共感を呼ぶタペストリーを生み出す、ダンス、コミュニティの進化するダイナミクスの証です。ですから、ダンスの動きだけでなく、このコミュニティを活気に満ちた永続的なものにする共有の瞬間を祝いながら、会話を盛り上げていきましょう。結局のところ、それはダンスだけの問題ではありません。 それはダンスがパフォーマーと彼らをサポートするコミュニティの両方にもたらす旅、成長、そして喜びについてのものです。